エミリオ・プジョルは、スペイン・カタルーニャ地方リエイダ県出身の作曲家、ギタリスト、音楽教師。本名は、エミリオ・プジョル・ビー・ラルビ。ファミリーネームは日本語圏では、カスティーリア語の発音を映して、プホール、または、プホールと表記されることもある。リエイダ郊外のカンソン・グラナデリア出身。1901年に15歳にして、バルセロナ音楽院にて、フランシスコ・タレガに支持。 この頃兄弟子のミゲル・リョベートがバルセロナから離れて演奏家としてデビューを果たしていた。プジョルはタレガの伝記の中でこの恩師との最初の出会いを好んで思い返しており、優しいロマンティックな口調でタレガ先生について綴っている。第一次世界大戦中は演奏旅行ができずにもっぱらカタルーニャに留まった。1918年に最初の演奏旅行で南米に向かい、 ブエノスアイレスで活動を始める。演奏旅行の唯一の目立った中断は、アンダルシアの声楽家で、ギター奏者のマティルダ・クエルバスとパリで結婚した時であった。この頃パリでは、ギターの前身楽器について、歴史の研究に没頭している。第二次世界大戦の兆しが見られると、再び継続的な演奏活動が妨げられた。 1935年から1940年までの間、プジョルは数回の演奏会と講演、さらなる研究活動を国内だけでなく、ロンドンやパリでも行った。1941年になるまでに帰国すると、1946年まで、ルイス・デナルバイスのビューエラ作品全集の出版準備に追われた。この作業は最終的に、 アロンソ・ムダーラ全集やバルデラーバの全集に続いた。プジョルは死を前にして、最大のビュエラ曲集である、ミゲルデ・フェンダーナの、オルフェウスの盾ごとオフィーニ・カリラに取り組んだ。プジョルはこの曲集を、ビュエラ学派の禁字塔とみなしており、フェアナについては、スペイン音楽におけるこの小型の奥ゆかしい楽器の、最後の代表者として評価した。プジョルは、 1946年から1969年までリスボン音楽院ギター科を指導した。同校はおそらくギター教育を最初に取り上げた学術機関かもしれない。この頃には数々のマスタークラスに関係しギター作品の審査員も務めた。またこの時期、1956年に最初の妻マティルデに先立たれ、それから7年後に 著名なポルトガルのピアニストで、声楽家のマリア・アデライ・デ・ロベルトと再婚。マリア夫人は最晩年のプジョルの支えとなった。1965年の夏から、レリダ市において、ギター、リュート、ビューエラの国際講座を開催する。この行事は、かなりの人気となり、世界中から学生や講師を引き寄せた。10年以上にわたって毎年夏に開かれたが、 1972年に13世紀のムラセルベラに移された。タルレガのギター学派に関するプジョルの証言は、様々な側面から起こりうるすべての問題に先定を、打ち、作品の演奏に役立てようと絶えず求める、彼自身の気概にも当てはまる。124曲の作品に加えて、ギター用の275点の編曲を残した。プジョルは、とりわけ、 アンドレス・セゴビアやナルシソ・ソイエペスの例に続いて、独奏楽器としてのギターに、再び意心をもたらしたのである。ありがとうございます。